はい、こんにちは、コムさんです。ボンネットバスね、いすゞボンネットバスやっていきたいと思います。前回ね、黒、塗り分けしました、マスキングしてね。で、今回ね、ここ、シルバーね、やりました。これはこれと同じ方法でね、マスキングテープでこうカットして、で、シルバーを吹き付けたという感じです。こんな感じでね、ちょっと見にくいですけど、両側ね、こっち側もやってますという感じです。で、ね、フロントの窓枠、これもフリーハンドでね、コムさんが、外側が黒で内側がシルバーっていう風にね、塗り分けましたが、まあまあこんな感じの出来になっておりますが、まあまあいいでしょう、これはね、ここは。はい、あんまり、まあまあ目立つといえば目立つけどもね、まあこの感じでいけるかなと思っております。はい、そしてね、今日はね、ここまでできたので、ボンネットね、つけていきたいと思います。ボンネットバスなんでね、ボンネットつけやんとね、あかんという感じかな。まあそういうわけでもないですが、何を言ってんでしょうかね。はい、そしたらね、ネジで、これネジ止めなんで、つけていきたいと思います。よいしょ、映ってるかな。うん、このボンネットの中だけね、黒塗装したままなんで真っ黒ですね。はい、ちょっと待ってくださいね。これちゃんとつけよう。よいしょ。こうしてつけて、でこれもね、こうつけて、ちょっと向きがおかしかったかな。ね、つけていきましょうか。歪んでないようにね。こんな感じかな。よいしょ。しっかりとつけました。よし、そしてこんな感じね、ボンネットつきましたよと。いう感じですが、ちょっとなんかここ隙間空くな。これもう一回外してちょっと調整必要かな。何が当たってんだろうか。いらないものは全部削ったんですけどね。もう一回ちょっと。さっき仮に当ててみた時はね、しっかり覆ってたんですけどね。こういうこともまあまあありますよね。ありますよね、ということで。おっと。ああ、これか。うん、わかりました。これはちょっと削ろう。ここね。これやな。まっすぐにね。よいしょ。こんな感じかな。このぐらいで、合うと思いますけどね。もう一回ね、気を取り直して入れていきましょう。映ってるでしょうか。これでネジネジしていくと。最後のひとひねりね、キュッキュッとね、締める。キュッキュッとね、締める。はい、これでまあまあ合いましたね。こっちもうちょっと締めとこうか。締まったかな。締めたね。よいしょ。OK。はい、こんな感じでね、ぴったり合いましたね。うん。ぴったり合いました。どうでしょうか。ボンネットバスになりましたね。はい、そしたらね、早速ね、早速というかね、今日はもうね、早技で。なんで早技なんやろ。別に早技違ってもいいんやけど。まあ、やっていきます。ね。マスキングね。マスキングして塗装していこうということですが。このぐらいかな。
雨ですか。雨降ってきてんのかな。なんかポタポタ言うてるな。よいしょ、ここまでね。映ってるかな。これ大きいからね、作業こっちでやってたら映らない可能性あるんで、しっかりと、はい。これはここに合わしたい。まあまあいいかな。歪んでない？よし、歪んでないね。これは、どうやろうな、接着はいらないかな。こんな感じね。でこっちへくるっと回っていくというね。こうかな。こんなもんかな。ここはな、目標が別にないのでね。目標物はこれやけど。もうね、そんな感じです、そんな感じ。はい。もうね、ピンと来てる方はね、おられると思うんですけども、はい。残念ながらね、今回は、何だっけ。八ヶ岳高原バスね、は、ね、ちょっと、脱線します。脱線します。はい。もう大体ね、これ言うと、ピンとくる人はね、ああ、やっぱりな、という感じになってると思うんですけど。はい。コムさんね、どうしてもね、そっち方面向いて行っちゃう感じしますね。はい。そっち方面でどっち方面やねんっていう方もね、中にはおられると思うのでね、もうちょっとしたらね、説明しましょうか。このラインで追ってきたな。ちゅうことこっちもうちょっと下やな、これ。はい。ね、もういいですね。そういうことですよ。どういうことやね。ペンズオイルね。ペンズオイルバスになるという感じになっております。これちょっとこうひねるから、こっからもう一回こう、まっすぐのやつを貼ろうか。ドカーンは出てしまいましたけども、よいしょ、マスキングどんだけ下手やねんっていう感じですよね。やっとつけて、でこうまっすぐに、そう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 、いい感じ、いい感じ、よいしょ、行きました。行きましたよ。よいしょ。はい。ね、こんな感じで、まあまあ、マスキングしましたと。で、ここから先なんですけど、ここまで貼ったらあかんねんな。これね、これが、ちょっと待ってくださいね。ここでカットしよう。せっかく向こう側ね、貼ったんですけどね、ここまで行ったらあかんので、ここでカットしておきます。ね。よいしょ。ここやな。ここもね、せっかくこっちまで貼りましたけども。そして、これやったら高さ落ちてくるんだ。でもまああれか。もうちょっとここ。こうやな。こっから、このぐらいでいくか。ちょっと高さを変えると。ここでね。もうちょっと上か。このぐらいいっとこうかな。
ここからはね、コムさんの感覚というか、コムさんのね、好き勝手というかね、好みでね、やるとやっていくだけなんで、うん、こんなもんかな。はい。せやな、ここやな。ウインカーの下に合わせておこうかな。これでいいな。いいですね。はい。こう吹き込まないように。筋のとこね、入らないように。こんな感じかな。ここは微妙やね。どうしようか。立ってこんな感じかな。もうあとここはね、上行ってしまってもいいので、とこうか。よし、こんな感じね。よし、よし、これで、あとはね、ペタッとマスキングするのはね、一旦止めます。これで、はい、こんな感じでね、マスキング終わりました。で、黒を塗っていきたいと思います。なんで黒を塗っていくんでしょうかね。まあまあ、そういうことですよね。ちょっとね、はい、では黒を塗っていきます。内側もね、吹き込みないように止めました。こういうかな。はい、こんな感じね。もうこれでね、ちょっと黒い部分が細かったかもわからないですけどね。まあまあ、こんな感じでいいかなと思います。もうちょっとごつくってもいいかと思うからけどね。はい。まあまあ、これでね、まあ大体ね、大体コムさんが何をやらかすかっていうのが分かってきてると思うんですけどね。はい。この時点でね、ちょっとね、八ヶ岳高原バスというね、イメージを抱いてる方にはね、ごめんなさいということでね。はい。笑い事ではないんですけども、コムさんね、
ペンズオイルバスの方をね、ペンズオイルバスということにすることに決定いたしましたので、はい。はい、それではね、マスキングめくっていきたいと思います。乾いたのでね、めくっていきます。はい、もう大体ね、どんな感じに塗り上がってるかというのはね、ご想像通りだと思います。まあ、ただね、まだね、完全ではないので、ております。よいしょ。はい、とりあえずまあまあこんな感じで塗り上がりましたという感じね。はい。ここもうちょっと太くしたかったね。もうちょっとこの上ぐらいまでね。ただ上までやるともう次行くとね、ちょっと狭くなるんで上が。まあまあこんなもんかな。はい、よし、これでね、次こんな感じ。こんな感じです。どうでしょうか。はい。これで次ね、マスキングまたしていきます。今度は、完全乾いてるかな。今度はね、この線に沿って。まあ、ね、全部のラインね、一気にね、行ってもええかったんですけど、ちょっと目靴難しいですよね。拭き終わってね、太さが合うてへんとか言ったらちょっとね、微妙なんで。まあこれはこれでちょっと難しいんですけどね、ちょっと合わせていかなあかんので。よいしょ。な感じかな。できるだけ節約していきたいので、バチョンと切ってね、こう貼って、で、こういこうかな。で次ね、足るかな、まだ足らないな、もう一周いかなあかんのよね。ここでいこうか、これをこういってよいしょ、でこれ合わせて貼って、ここはもういらないんですよ。
て、でここね、でこれを切ろうか、ここでね、ポツンと切って。そしたらこれも切ろうかな。チョキンチョキンとね。で、次ね、これラインを、黒のラインを入れる。こういうとこはちょっと難しい、こういうところはね。でここバスッとね、おおおちょっと足りないな、何かな。はい、とまあ、こんな感じでね、マスキングできましたので、黒をね拭いていきたいと思います。それではね、拭いていきます。もうちょっと遠く行かんとね、物が大きいんで。それではね、めくっていきます。どんどんめくっていきますけどね、拭いてはめくり拭いてはめくりって感じですけども、さあ果たしてね、うまくいってるでしょうか。ちょっと細かいところがね、どうだろうなって感じなんですけどね、まあまあね、うまくいかなかったらいかなかったでね、あとちょっともう細いとこもうさっきめくれていきましたね。もういいか、めくっちゃい、めくっちゃった、細いとこ先めくっていて、めくれていきましたけどね。今楽しみのところというやつね、一番楽しみのところ先めくっちゃった。
まあまあ綺麗にいったんじゃないでしょうかね。あのこの感じでねスーッと取れてますよね。あとはねライン思い通りにね入ってるかっていうのと、あとこのねここちょっとあのここでねこう折れ目作ったんでね、折れ目作らんくってもええかったんですけどね、もうこの辺からズバーっとねまっすぐに通して、でこの2本線を入れるという感じでもええかったんですけど、うん、ちょっとまあ段あってもええかなっていう感じで入れたんですけどね。よいしょ、あとととなんか大変な感じのねバスになってきましたけどもね、そちらの方がちょっとどうでしょうか、こんな感じね。ケンズオイル調のラインになってるとは思うんですけど、どうでしょうか。まあこれでねペンズオイル貼っていけばかなりねペンズオイルっぽくなると思うんですけどね。まだなんかねバスでこのラインやからね、ちょっと違和感あるのかもしれないけども、はい、こんな感じでできました。はい、あとはねまたね次回やりたいと思います。大変ね今回はこれで終わっておきたいと思います。大変長い間ねご視聴ありがとうございました。次回またねやっていきますのでご視聴よろしくお願いします。若干音差し状態にするんかな、まあまあいいかな、はい、いい感じでしょうね。はい、はい、それでは今日はこれで終わっておきます。そうそう、コムさんのねチャンネル登録の方ねよろしくお願いします。どしどしねよろしくお願いしますというのと、またね次回やっていきますのでよろしくお願いします。はい、それでは終わっておきます。いすゞボンネットバスでした。お送りしたのはコムさんでした。それではさよなら。